どうもこんにちは。1717181です。今日はね いやー、毎度ながら喋ることはあまり考えてないでスタートしてるんですけども、この動画のタイトル通りね、逆有料のね、この相談というのをちょっと始めてみたいと思います。これはまあどういうことかというと、誰かからね、誰かから、どう説明すればいいんだ。まあ、相談を、私が相談を受ける側で、まあ、相談をしてもらって、で、そのお礼に、こう、私がお金を払うという形ですね。はい。これ伝わるかな？私はね、こう、まあ、誰かから、まあ、頼られたい、まあ、相談をされてみたいと、まあ、思ってるんですけども、まあ、残念ながらね、まあ、こんな 頼りない人間ということで、まあ、誰も相談をしてくれない。でもなんか死ぬまでにね、どうにかできないかと思って、まあ、ちょっとこのね、まあ、経済の仕組みに頼ってみようという感じで、まあ、まだ全然仕組みとかもね、決まってないんですけども、まあ、やりながら考えればいいかという、まあ、甘い考えでね、まあ、とりあえず始めてみたいと思います。はい。まあ、どうですかね。まあ、この動画を見てくれる人そんなにいるとも思えないんで、まあ、あれなんですけども、とりあえず、まあ、10分100円とかね、そのぐらいでできないかなと思ってるんですけどもね。まあ、もし全くもう0件がもうずっと続く、11月中ずっと0とかだったら、もう思い切って、10分1000円とかね。そういうので、まあ、ちょっとやってみたいと思います。あと何か言いたいことがあったような気がするが、思いつかないですね。はい。まあ、どうなるかわかんないですけどもね。とりあえずまあ、今のところやる意思はありますよという、そんな感じですかね。はい、ではご視聴ありがとうございました。